どうも競馬予想チャンネルです今日は1番人気から3番人気全てが馬券圏内から消える確率は何パーセントかというテーマでお話ししていきます。最近当チャンネルではレースの予想動画ばかり上けていたんですけども最初の頃はこういった馬券術であったり馬券理論についての動画が中心でしたので今日は久々に、えー、原点回帰という感じで進めていきたいと思います。 テーマなんですけれども人気上位馬ここでは1番人気から3番人気と定義しますけれどもこの上位馬についてのお話ですこれらの人気上位馬が高い確率で3着以内に来ているということは警護班の皆様ではなんとなく分かっているかと思いますちなみに1番人気が特別戦で3着以内に来る確率とはというテーマで以前動画を上げておりますのでその辺りも気になる方は 今リンクが出てるかもしれませんがご覧になっていただければと思います。で今日のお話なんですけども実際のところこの人気調理場どうなってるのかということで3着までに1から3番人気のいずれも来ない確率について調べてみましたのでよかったら参考にしていただきたいと思います。でこの確率を出すためにはではまあ逆にですね 3着までに少なくとも1から3番人気のうちいずれか1頭が来る確率を出してそれを100から引けば出ると思いましたのでまずこの3着までに1から3番人気のうちどれか少なくとも1頭が来る確率を出してみましたそれがなんと94.5%とトと非常に高い確率となりましたこれは対象レース480レースですね で中山、東京、阪神、京都のレースを対象として1から12レースすべ、えー、てというのを対象にして調べてみました。でこれを見ると本当にですね、まあ、例えるのであれば100レースだったら94レースは1から3番人気のうち少なくとも1頭は3着以内に来てるということですのでかなりこれは確率が高いお話だと思いますそして今日の本題テーマですね で3着までに1から3番人気のいずれかが一等も来ない確率つまり1から3番人気の馬が馬券圏,圏内から全て消えてしまう確率は100%から先ほどの94.5を引いた5.5%という非常に低い確率になりましたえですので、まあ、実際ですね100レースあったら、えー、3着までに1から3番人気いずれも一等も来ないのは 5レース前後しかないという単純計算でことになります。もちろん条件によって多少異なります。1から3番人気、すべてが消える確率は、関東圏では5.9%、関西圏では5.0%ということで、多少開きがありました。もっと細かく条件設定すれば、もう少し数字の差はもちろん出てくると思います。例えば、ダート芝別、えー、午前中のレース、午後のレースベースト、 いったふうに、えー、分けることができるんですけどもあまり細分化しますと話がややこしくなりますので今日はこの辺りまでにしたいと思いますということで結論です、えー、穴狙いをするのはもちろん個人の自由ですし実際僕,の僕もですね穴狙い大好きですのでよく買ってしまいますただし三連系の馬券を軸流して買うのであれば軸は必ず一から三番人気の中から決めた方が賢明だと思います もちろん軸を4番人気以下にする場合,も,る場合もあるかと思いますがその場合も必ず相手ひも馬には必ず1から3番人気もしっかり入れておくべき今回のデータ検証で改めて強くそう感じました。ということで今回は1から3番人気のいずれかが1頭も3着以内、えー、馬券圏内に来ない確率とはというテーマでお話をしてきました。 またこういった人気別のデータ系のお話は、えー、たくさんの方気になる部分だと思いますので機会があればぜひお話をしていきたいと思いますそれでは本日も動画を最後までご覧いただいてありがとうございましたではまた